打ちまくりやったぜ。大量ってやつよ。おい、皆の衆、アンジ久しぶり。ブリン、どうしたんだよその宝箱。エレニアでオークションがあると聞いてわざわざ持ってきたのよ。これで世界中の種は俺様がいただきよ。グシシードシシー、よかった、これで俺も安心だよ。ああ、おい、なんでお前が安心なんだよ。だって俺たちの目的は一緒じゃないか。ありがとうアンジ。わかったよ、仕方ねえ。でもよ、油断は禁物だぜ。え、あれを見な。なんだあの船は。噂を聞いて金持ちの商人たちがエリニアに向かってるのさ。オークションは激戦間違いなしだぜ。そんな、この勝負絶対に負けられない。念には念を入れてたっぷり貢ぎ物を用意しないと。なんで俺まで。おい、少し残しておけよ。はいはい、森のためですね。バカみたい、そんな必死になっちゃってさ。ニーナ、今までどこに行ってたんだ。お前も手伝えよ。いやよ、ズカのやつすんなりくれればいいのにさ、あのケチンボ。ニーナ、ズカのことを知ってるのか。うん、知らないわよ。ちょっと待てよ。怪しいな。え、ありゃ、わけありだぜ。俺の勘ではよ、ズッカってのはニーナの昔の恋人だな。恋人だと。ああ、俺っちはこういうことには鼻が利くのさ。そういやプードゥも言ってたな、乙女心がどうとかって。ニーナのやつ可愛いとこもあるじゃねえか。昔の恋人がいるから故郷エリニアに帰れないなんてよ。へえ、そうなんだ。メイプルストーリー、メイプルストーリー。あ、ニーナ。何よ、手伝いならしないよ。一緒に行こうぜ、ズッカのところ。行かないよ。喧嘩したんなら謝っちゃうよ。関係ないじゃん。関係あるよ。ほっといて。ほっとけないよ。おせっかいなやつって大嫌い。行くよ。ほっといてったらほっといてよ。ニーナのやつどうしちゃったんだよ。クローネ様、クローネ様。私は今集中してるの。5種類のチーズをたっぷり使ったふわふわのケーキを食べるか、それともツヤツヤイチゴてんこ盛りのケーキ、はたまた身も心もとろけるチョコレートケーキ。クローネ迷っちゃう、迷っちゃう。まあ、そうだ、3つとも全部食べちゃえばいいじゃない。私って頭いいねえ。大ニュースです、世界中の種がオークションに出るそうですよ。今度こそお任せください。私の全財産をはたいてオークションで種を買ってくるっす。バカ、お金払ってどうすんの。ケーキは全部食べろよ。え、オークションがあるならそこに集まるお宝ごと奪えってこと。美味しいものは全部私がいただき。ほんほん、なるほど、さすがクローネ様だ。すげえ熱気だな。ここにいるみんなが世界中の種を狙ってるってことか。やれやれ、ライバルだらけだ。皆さん、ようこそエリニアへ。これからオークションを始める。世界樹の種は確かにここにあるぞ。おお、あれが世界樹の種。まずは種をちょろまかしてやるかい。オークションの前にその種が本物かどうか確かめさせてちゅう。わっか、ダメダメ、そのまま奪われちゃ大変だからな。マジックアーマー
これでしばらくの間、世界樹の種には手を出せないから、みんな、安心してくれ。仕方ねえな。こうなったらお宝が出揃うまで待つとするけ。それでは、果物3箱から、スタート。オークションってどうすりゃいいんだっけ。あ、見てなって。黄色い服のあなた。私は果物3箱にプラスして蜂蜜1年分を出すざます。うちはそれに加えて薬草100種類を献上する。おいらはこの壺と光る石だ。なるほど、こうやってみんなどんどん手を挙げていくんだな。そう、それで自分たちの貢ぎ物を発表する。前の人よりもっとすごいものを出せるやつだけ手を挙げるんだ。次、そちら。そちら。よ、アル、そろそろ行っとくか。うん。俺たちは魚てんこ盛り、木の実わんさか、果物どっさり、そしてアンジのお宝コレクションを出す。誰も手を挙げないぞ。さすがアンジ。これで決まったな。決めるのはちょびっと早いよ。私はこれで勝負するからして、キラキーごま豆腐。すごいザマス。コイン、宝石、果物、お肉。あれじゃ誰も勝てないよ。ギャーバババ。どうじゃ驚き。すげえアンジ。次はどうすりゃいいんだ。どうしようもねえ。え、あれだけの品物を出されちゃいくら俺でも太刀打ちできねえよ。そんな。さあさあ皆の衆、他に隠しているお宝はないかな。出すんだったら今のうち、みんなまとめてババーンと出すのじゃ。ババーンとな。このまま世界樹の種はあいつの手に渡っちまうのか。さあこのままでは彼に決まるぞ。誰かいないか。パパパ、おきにおきに。それでは世界樹の種はこれにて落札。待った。どうしたんだアル。これはまだ諦めない。アルの野郎、まだ何か持ってんのか。どうするつもりなんだアル君。我々にはもう何もないのだぞ。何事にも引き際ってもんがあるぜ。ダメだダメだ、諦めたらそこでおしまいなんだ。ここで踏ん張らなきゃ絶対に種を手に入れる。あれよりもっと価値のあるもの、大切なもの、もっと大切なもの。そうだ、まだあったぜ俺のお宝。何を出すって言うんだ。さっきのお宝よりすごいのか。そのお宝